支持者たちの勧告を受けるランバート・シムネル。ランバート・シムネルは少年時代にイングランドの王位を争わされた人物である。彼はパーキン・ワオベックと並んで15世紀の最後の10年の間にイングランドのヘンリー7世の統治を脅かした二人の反乱者の一人だった。ランバート・シムネルは1477年頃に生まれた。両親の職業についてはパン屋、商人、 オルガン職人と資料によって諸説ある。10歳ぐらいの時にオックスフォードで教育を受けたロジャー・サイモンという司祭がシムネルの礼儀作法の家庭教師となった。シムネルは美少年の評判が高かったと言われる。そしてこの時からすでにサイモンは将来キングメーカーとなる野望を抱いていたと言われる。当時はチューダー長初期で王権の定まっていない時期であったため、 ヨーク庁の維持を担ぎ出せば、大いの獲得も可能であると考えたサイモンは、まず、シムネルをヨーク校リチャードとして公表することを考えた。だが、ロンドン島に収監されている、ウォリック博エドワードが告示したという噂を聞いて、気が変わった。何しろ当時15歳になっていた、ヨーク校になりすますよりは、当時12歳のウォリック博の方が年回り的にも近いし、 なんといっても、ウォリック博には、クラレンス公、ジョージの息子として、リチャード三世から与えられた本物の多い継承権がある。サイモンは、シムネルを、ウォリック博エドワードにすることにした。サイモンはまず、ウォリック博エドワードは、実は、ロンドン等を脱獄していたという噂を広め、シムネルの貢献人になった。彼は、旧ヨーク派から何がしかの援助を取り付けた。さらに彼は、 シムネルをまだヨーク派の支持者がいたアイルランドに連れて行って、そしてアイルランド総督だったキルデア博に彼を紹介した。アイルランドの自治権を拡大するためにヘンリー7世に露骨に反抗してきたキルデア博はこの作り話を支持し、チューダー町を転覆させるためにイングランドを侵略することを厭わなかった。こうして1487年5月24日にシムネルは、 ダブリンのクライストチャーチ大聖堂で国王エドワード6世として退官させられた。また即位とは別に、キルデア博はトーマス・ジェラルディンの指揮でアイルランド兵からなるイングランド進行軍を集めた。これを聞いたヘンリー7世は本物のオリック博エドワードはまだロンドン島に収監されていることを知っていたので、1487年2月2日に、 シムネルが詐欺師であることを証明するために、人前で本当のエドワードを紹介した。また、さらに、ヘンリー七世は大規模な恩赦を発行した。この恩赦には、過去にヘンリー七世に対して反逆した罪も、含まれているが、その条件は、今後ヘンリー七世に従うことというものであった。リンカーン・ハク・ジョン・ドラポールは、前王・リチャード三世の末期に、後継者指名を受けた貴族だったが、 ヘンリー7世に抵抗して、フランドルに逃亡していた。ここで、リンカーン博は、シムネルたちに同調し、ウォリック博、エドワードの脱出に、自分も手を貸したと主張した。さらに、同じく前年1486年に反逆に、失敗して、フランドルに逃亡していたフランシスラベル卿と、合流した。この動きに対して、リチャード3世の姉のマーガレット・オブ・ブルゴーニュは、 2000人のフランドル人の傭兵を集め、傭兵隊長マーティン・シュバルツの指揮下でアイルランドに送り込んだ。彼らは5月5日にアイルランドに到着した。実際に兵が動き出したと聞いたヘンリーも軍を召集した。シムネルの軍勢は1487年6月5日にイングランドに上陸し、さらにイングランド人の兵が合流した。 ただ、トーマス・ブロートンを例外として、地元貴族の多くは彼らに合流しなかった。彼らは6月16日のストークフィールドの戦いで、ヘンリー7世と激突し、敗北を喫した。この敗北によって、キルデア博は捕らえられ、リンカーン博とトーマス・ブロートン教は殺された。また、ラベル教は、行方不明になった。サイモンは、聖職者であることから処刑は免れたが、 生涯を牢獄で過ごすことになる。シムネル自身は罪を許され、宮廷の厨房の仕事を与えられた。後に王室の鷹城になり、1534年頃にこの世を去った。ありがとうございます。